皆さんこんにちは、バイスプレイヤーの沙織です。今回なんですけど、なんかさ、なんか買ったとか言って杉さんに呼ばれたんですけど、なんすか？まあちょっとね、はいはいはい、プレマ買ったんですよ。あ、プレマ買った、はい、はい。ちょっとそれをちょっと見てもらおうかなと思いまして。あ、じゃあ、お願いしますよ。はい、まあこれですね。おー、はい、いいじゃん、エアーの、ね、いいでしょこれ、うん、エアーのね、ミスズ の、ね、ミスズのプレマね、好きだもんね。まあめちゃめちゃ好きなんで、でも、はい、あれはい、あ、ちょっとも、はい、持ってないですか、同じの。なんかこれ見たこと、既視感がすごいですけど、普段対戦動画ではこう見栄えを意識してね、プレーンなプレーンは使ってるんですけど、キャラプレーンは普段使ってるんでね。あなた使ってらっしゃるでしょ、一緒に。2個目これだから素人はダメだこれ、え、素人、あれ、はい、違うぞ、よく見ろこれがこれいつもの一緒じゃん、一緒だよ、一緒一緒。まあこれね、うん、ちょっと一見ね一緒に見えるんですけど、はい、まあこれをちょっと比較してみようっていうね、今回は。ああ、なるほどね。ちょっと教えて、素人に分かるように。はい、ということで、はい、まあこの2つのプレマどっちがどっちなんだという話なんですけどそうですよ、本当に。まずこれが普段使ってる、ね、普段使ってる、これ何なのかっていうと、うん、リセオーバーチュアの、はいはい、プレマの引き換え券で。え、じゃあこれも結構さ、レアじゃない？だってね、ノットフォーセールですよ。はい、なんでまあ非売品って書いてあるんですけど、うん、こっちが、うん、少し前にビジュアルアーツのホームページで通販して、はいはい、あとかつコミケでも販売してたみたいなんですけど、うん、それのデスクマットっていう扱いになって嘘つけ、カードプレマだよこれは。もうデスクマット最近結構あるもんね、デスクマットってね。そうだね。あ、じゃあ今年、あ、2023年のコミケのってこと？これ冬込みの。へえ。ただどんだけ販売してたのか分かんないですけど、うんうん、僕はですね、ちょっとこれの通販で気づいた時にはもう売り切れになってたんでダメじゃん、買えなかったので、ちょっと別ルートで入手しました、うん、プレミアがついてる感じの。まあ、ちょっとつきましたけど、もうファンとしては必ず手に入れたいっていうところなんであれ持ってる。でもちょっとね、若干背景も違うか。そうだね、まあ、まず違いが、うん、まずこのキャラの大きさがね違いますよね、うん、違う。こっちの方が大きいです。こっちの方がキャラが大きいね。大きいっていうのと、うん、あとちょっとね微妙な差かもしれないけど、うん、こっちのビジュアルアーツの方がちょっとシャープですね、印刷がん印刷がシャープ、シャープ。あー、こっちはちょっとまあソフトな、確かにね、感じなんですけど、ふわっとふわっとしてるけど、ね、こっちはキュッとしてるね、うん、線がシャープ。はいはいはい、シャープなんですよ。なるほど、言われれば分かりますね。でかつ色味がこっちの方がちょっと濃く出て、うん、濃いね、うん、濃く。やっぱここの髪の毛の感じとか、うん、青いところがね結構違うと思いますよ。あ、ブルーの出方がちょっと違うね、うん、違うでしょ。で、あと、うん、キーのロゴが入ってます。あれ、こっちこっちはリセのやつだから。リセのやつなんでキーのロゴは入ってない。ああ、じゃあこれはキーですよと。あとはこのロゴ周りのデザイン、こっちはのロゴとなんか書いてあるね、彼女が待つ大気の下でみたいな、英文、まあタイトルにあるんですよ。1点2点3点4点5点6点7点とかではない、テキストではない私はもう今こち亀の中川みたいな全部同じじゃないですか状態だったけどね、完全に。まあ、あとはここの羽のエフェクトが、あ、でも羽はいいなって思った。なんかエアっぽいっていう勝手な印象だけど、いや、すごいね、これがエアっぽいんですよ、うん、あ、やっぱり当たった。はい、なんかこの昔のエアのグッズってやっぱこういう羽のエフェクトがすごい入ってるイメージが僕はあるんで、うん、もうすごいエアっぽい、すごくいい、すごく良いとすごく良いすごく良いです、すごく良い、はい、ここの羽ポイントがね、ここにもねうっすらと、あ、こっちにもある ね、ちょっとカメラ越しだと分かりにくいかもしれないけど、はい、ここの半券、はいはい、のビジュアルアーツキーってやつ、うん、こっちにね一見ないじゃないかと思うん、ないじゃん、思うんですけども、海賊版じゃん、あるんですね、ここに全然見えない、全然見えない、
すごいわ。でもちょっと見えるかな、うん、その恐竜のとこに。そう、このプロトン君っていう人形なんですけど、プロと恐竜のとこに、あ、特徴恐竜だった気がする、ね、ここに白文字でありますんで、まあ、おそらくこの全体的なこのデザインを邪魔しないように、うん、おそらくかなり目立たなく入れてる感じがするんで、確かに、ね、うん、あ、これはなんかすごくデザインされてるって思いましたね、うん、これで確か公式で2800円とかだったと思うんですけど、はいはいはい、なんかすごく値段に対して出来がいいなって思いましたね。確かにね、2800円ってプレマって今もうちょっとするからね。あ、そう、あとね、はい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 、なんすかなんすかなんか持ってきた、何何、サイズ感ってやつ。あと1点、あとちょっとサイズ感にだけちょっと触れておきたい、はい、ですよね。でこれって横が55、うん、550ですね、うん、で縦が300ぐらいですね、やっぱ300、うん、550ということで、自分はこんぐらいのサイズ感がすごい好きなんで、ぜひこのぐらいで作り続けてほしいって思ってます。なるほど、ね、テーブルによってはベロンってなっちゃうんで、そうちょっとこんぐらいのサイズ感が本当にちょうどいいのよちょうどいい、ね、完璧今後じゃあシュリンク開けていただいて使いたいね壁に行く、それとも壁、あ、壁もありだよね。なんか最近そういうの見ましたね、なんかこう飾れるやつがあるらしいみたいな。あ、プレマ飾れる、プレマ飾れるやつ、いやもうすごいわ。カードゲーマーとしてはね、うん、ちょっとそんぐらいしてもいいかもしれない。いやちょっともしかしたら何かの動画の時に出るかもしれないもしかしたらね、はい、ということで今回は、エアーのプレマ買ったから見てくれという動画でございました。もしね、はい、あのエアー好きの方いましたらぜひコメント、はい、ぜひあの参考にあとね、あの参考に、ね、はい、していただいてよろしくお願いします、はい、はい、ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。